Alright, so hopefully everything's running well, and yeah, I'm here. We're doing this. Our boy Steve is here. I can get behind the fact that a lot of people are actually happy about this. It should start very soon, now that I think about it. So we should be fine on this. Oh, here we go. こんにちは。大乱闘スマッシュブラザーズディレクター、空の桜井正弘です、空というのは私が契約するための会社で、現状スタッフたちがいるわけでも、募集しているわけでもありません。あしからずスマブラダウンロードコンテンツ第7弾マインクラフトのご紹介を行いたいと思います。これを収録しているのはお盆の頃です。日本はまだコロナウイルスの影響を強く受けており、外出自粛が叫ばれています。1日あたりの感染者数は緊急事態宣言が出された時よりも多いんですね。スマブラチームも、テレワークで開発を続けている最中です。今回も、こういった番組のためスタジオに集まるのも困難です。そこで、前回に引き続き私の自宅からお送りしたいと思います。またこうなってしまいましたね。ここにいるの私だけです。撮影スタッフも、見て笑ってくれる人もいないという。寂しい。だけど今は、感染の沈静化に協力すべき時ですね。また海外の方にとっては申し訳ないですが、字幕で表示されていることと思います。吹き替えもなかなか難しい状態でして、開発時になかなか困ったのは私自身がテスト対戦をあまり行えないことですね。スマブラ開発中は毎日昼休みにスタッフと対戦をし、その様子を踏まえながらバランス調整をしていたわけですが、その対戦ができなくなってしまったと。最近になってやっと開発バージョンで秘匿性のある通信対戦をできるようになり、テストプレイできるようになってきましたが、まだまだ十分な状態ではないです。テレワークで開発が困難なこともあり、今回紹介するバージョンと製品版とではもしかしたら大きく異なる場合があるかもしれません。あらかじめご了承ください。では早速参りましょう。例によって、私が操作をしながら説明をさせていただきます。カメラは製品版と異なりますのでご了承ください。The master of using two controllers, one hand each. これがマインクラフトの主人公スティーブです。一応手は加えているんですけどね。パッと見原作まんまの表現です。肘膝関節を曲げるようなこともありません。四角。歩き方も原作準拠です。上下にスティックを傾けると、原作同様首を上下に向けることができます。アピールでステーキ食べたりして、牛1頭から2、3枚しか取れないという希少部位ですけどね。他のアピールはオンライン中にやりそうなことを入れています。どうも今日はマインクラフトをやってみたいと思うんですけれどもみたいな。身体的特徴、ジャンプがとっても低いです。戦場などの床の高さは
どんなキャラクターでも1ジャンプで乗り越えられるぐらいを想定して設計されていますが、Oh my god, even Little Mac スティーブの場合、それにすら届かないです。他のキャラクターの小ジャンプを下回るぐらいの高さ。だけど、空中ジャンプは言うほど低くはないです。このジャンプの低さによってブロック生成をするときにちょうどよく乗れたりするんですが、それはまた後ほど説明します。スティーブのカラーバリエーションは他2種類があります。カラーというより原作にあったコスチューム替えということになります。そしてこれがアレックス。もう一人の主人公です。これまた他2つのバージョンがあります。スティーブとアレックスで計6通りです。そして 7P はゾンビ、おなじみですね、原作にもゾンビのスキンなどがありましたが、こちらは火に当てても燃えることはないのでご安心を。ゾンビがブロックを置くという非常にレアな光景が見られます。そして 8P カラーはエンダーマン、可愛くなってますね。目を合わせてはいけません。エンダーマンスキンのようですが、スティーブに比べると幾分腕が細くなっていたりします。エンダーマンがエリトラで空を飛ぶという極めてレアな光景を見ることができます。さて、通常技の説明です。重ね重ね開発中のバージョンであるということをご了承ください。製品版では表現やバランスが異なっている可能性もあります。剣は弱攻撃とスマッシュ攻撃、その他空中攻撃などで見ることができます。基本的な攻撃ですね。攻撃ボタンを押し続けると連続攻撃を繰り出しながら歩くことができます。そのまま引きもできるそしてそのまま相手に対して連続攻撃を与えるみたいなこともできます。弱攻撃を歩きながら繰り返すというニュアンスでロックマンに近いです。Okay. そしてそのままジャンプもできると。リーチは短いですが、序盤で牽制ダメージを与えるのに向いています。やられたら頑張ってずらしましょう。そして横スマッシュ攻撃。これはいわゆるジャバエディションのみにあるなぎ払い攻撃を行っています。Oh, yeah. so, リーチが短いスティーブの中では、踏み込むので範囲が広い方。I don't like the modern Minecraft combat, また、飛ばしが強力でぜひとも当てたい技の一つです。So, good launch power too. なお、崖攻撃や起き上がり攻撃に使うのもやっぱり剣です。次に斧、これは上方向の攻撃に割り当てています。原作でも木を切るような時に上を向きながら斧を振ってたりしましたよね。斧も剣と同じくボタン長押しで連続使用することができます。上強攻撃をお手玉をしたり、そのまんま上空中攻撃、そして他のものに使うなど上方向に対する連続攻撃と思えば間違いないです。そしてツルハシ、採掘などにも使われるんですけれども、ダッシュ攻撃、そして、空中での前後攻撃に使われたりします。まずダッシュ攻撃、リーチの短いスティーブにとっては踏み込んで攻撃をする技なので、リーチ的に助かります。吹っ飛ばし力も十分にあります。そして前空中攻撃、後ろ空中攻撃、だいぶ似ている技ですがちょっと特性違います。前空中攻撃にはメテオがあります。後ろ空中攻撃は吹っ飛ばしや威力が高いです。使い分けていきましょう。剣を振りながらジャンプをすると、剣攻撃になってしまうのでやるとしたならば、少し間を置いて放つなどしてください。そしてそれぞれの道具はクラフトによって道具の強さを変えることができます。木材、石、鉄、金、ダイヤモンドと装備が強まります。クラフトについては後で説明しますね。武器や道具には耐久度があって、使いすぎるとそれぞれ壊れてしまいます。今剣が壊れましたね。そうすると素手の攻撃になってしまう。とても弱いです。ですが他のいろいろな道具とは独立していまして、例えば剣が壊れても斧やツルハシは使うことができます。先に基本的な道具を使わないその他の攻撃をご紹介します。下強攻撃は、火打ち石と一金、その場に火の塊を置きます。
火は PK ファイヤーのような性質があって重力でちょっと落ちたりします。長い反射を生かして例えば相手の突進を止めたり飛び道具を防ぐこともあるかもしれません。そして何より復帰阻止が禁止。これ嫌ですよね、やられると。上スマッシュ攻撃はマグマブロック、上にマグマブロックを展開してすぐに回収します。素材は使いません。出現時間が長いので対空には最適です。 okay. I like ただし月はかなりでかいので要注意、暗い放題になっちゃいますからね。また戦場のすり抜け床などを抜ける高さは持っているので、上方向の床にいる相手に対する牽制に向きます。もちろん上強攻撃などのお手玉からつなぐのも。Oh, okay. I experience a little buffer. 良いですね。下スマッシュ攻撃は溶岩バケツ。左右に溶岩をぶちまけます。特徴は攻撃が出ている時間の長さと吹っ飛ばす高さが低いこと。そのベクトルの低さから復帰力の弱いリトルマックには非常によく技だと言えますね。これはマグマブロック、これは溶岩、マグマ、溶岩、マグマ、溶岩。どうもマグマは地中にあるもので溶岩は地上に出たもののようですね。海外ではマグマとラーバという呼び名の違いがあると思います。下空中攻撃は金床、鉄材を一つ使いますが非常に強力な落下攻撃を仕掛けることができます。こんな感じ。カービィのストーンのようにまっすぐ直角をする技ですが途中で離脱することもできます。そしてつかみは釣り竿、範囲が広く少々の段差があってもつかめます。つかんだ相手は柵に押し込めたりして投げ後ろはそのまま釣り竿で投げ、シンプルですね。前投げと上投げはピストンを使います。前投げは低く、上投げは真上に、結構フィニッシュ力もありますね。下投げは金床を呼んで潰します。ですが鉄の素材を消費するので鉄の素材がない場合単純に地面にブシッとぶつけるような技になっちゃう、弱い。ただどちらの場合もコンボには向いてますね。ここからは必殺技のご紹介です。マインクラフトだから採掘やクラフトがとっても大事。ここからアレックスに切り替えて説明をします。通常必殺技は地上と作業台前と空中でそれぞれ異なる動きになります。それぞれ採掘、クラフト、そしてブロック生成です。これだけでかなりの要素がありますからよく聞いていただければと思います。採掘は自身の目の前にある地面を掘り素材を得ることができます。より良い素材を得るためとにかく暇を見つけては掘ることが大事です。なお床の素材によって道具を勝手に切り替えていますね。木材だと斧、こういうところだとつるはし、こういう地面みたいなところではシャベルを使っています。また壁からも採掘することが可能です。そしてその素材を掘る速さや獲得しやすい素材は床の材質によって差が出ます。例えばこれが土を掘った場合、So I'm assuming this applies for any stage. 木を掘った場合、because he did say before, 石を掘った場合、he had to reprogram everything. 鉄を掘った場合、素材の出とかに差があるのが分かりますでしょうか。つまりこういったステージでは必然的に木材が多く取れることになります。Okay, so it does depend per stage. こういったステージでは、鉄ばっかりが取れることになります。戦術が地形に依存するというある意味実にマインクラフトらしい、そして清々しいほど無茶な仕様ですね。ファイナルファンタジーシリーズの風水師みたいな。 Hey, Geomancer. ちなみに木材とか石とかとは関係ないこういうところ、こういうところでは砂がたくさん出ますね。こういうのは通称グレード1と呼ばれまして、その他という扱いで構成しています。ところで、ステージによって素材が異なるというと
気になるのが線上化、終点化ステージですね。線上化や終点化を使う人は、おおむねランダム要素のない戦いを好むと思うのですが、お任せ戦場などを使っていると、運によって戦法が大きく変わってしまうかもしれないし、そこで線上化終点化では、その地形モチーフに関わらず、出現素材を一定のものにしています。見た目は多少違和感があるかもしれませんが、勝負優先ということであしからず。いろんな素材の中で様々な用途がある鉄はとても大事ですが、床が鉄だと掘削速度が遅いため、鉄ばかりあるステージが必ずしも有利とは限りません。他素材が枯渇しがちなので、戦法を少し変える必要がありそうです。なお、素材を持ちきれないほど採掘すると、素材をどんどん捨てていってしまいます。後ろから出てるやつはそうですね。こうなるともったいないので、使っていった方が良いと思います。そして得た素材を道具にするのがクラフトです。スティーブやアレックスの道具には耐久度があって壊れてしまいます。攻撃にしても採掘にしても、こんな感じで。そんな時はこの作業台です。試合を始めると、その開始地点に必ず1個出現しています。そしてその作業台の目の前で必殺技ボタンを押してください。手持ちの素材で道具をクラフトすることができます。まだ壊れていない場合も、耐久度が下がっていたら修繕を行うことができます。手持ちの素材の中から製作可能な道具のうち、最も有効なものが作られます。優先度が低い順から木材製、石製、鉄製、金製、ダイヤモンド製の道具ですね。やはりダイヤモンドの剣は強力だから、ぜひとも欲しいわけですが、お得なことに、剣、斧、ツルハシ、シャベルのすべてを、同時に作ります。だからダイヤモンドの剣ができるときは、ツルハシもパワーアップする。 Oh my god, that's so cool. ツルハシは攻撃だけではなく、採掘などにも使えますから、どちらにしても非常に便利ですよね。だから、ぜひともパワーアップしていきたいところです。頑張ってダイヤを掘って、ダイヤの武器、ダイヤの道具を手に入れるというようなことが大事ですね。ちなみに金の道具は全体的にもろく、パワーもさほどではないですが、攻撃がスピードアップするというメリットがあります。なお、床素材によって素材が取れる順番というのは決まっています。実は運じゃないんですね。だからどんどん掘っていけば必ずダイヤにありつけます。ところで、作業台というのはアレックス自身の攻撃でも敵の攻撃によっても壊れてしまいます。そうすると作業台がなくてとても困りますよね。ですが、今出たように壊してもすぐに復活をします。ただ、それよりも覚えておいてほしいことがあります。シールドをしながら必殺技ボタンを押す。これによって、いつでも作業台を呼ぶことが可能です。こんな遠くても呼べるという。だからですね、作業台を使わせまいとして、この作業台の前に陣取ったりすることは、実はまあまあ疑ったりします。回避しながらだと出すことができません。ちゃんとシールドをして必殺技ボタンを押すようにしてください。なお、フーガーニな仕様と言えるんですけれども、他の人が出した作業台というのは他の人が使うことができます。なんかおかしいですけどね。次にブロック生成について。空中でスティックを倒さず通常必殺技を使うとブロックを生成することができます。これは道具を作るのとは逆に、安い素材、簡単な素材から使われていきます。そしてボタンを押し続けたままジャンプしたり歩いたりすることで、連続的に生み出すことができます。これかなりの技術だと思うんですけどね、特にプログラマーはお疲れ様でした。これを実践するために、全部のステージに手を入れています。ただブロックは乗ったりしているとすぐに壊れてしまいます。また自分も相手も攻撃によってブロックを壊すことができます。頭突きなんかでも壊れるんですけどね、こんな感じで。どれぐらいで壊れるかはその素材の硬さ次第です。これをどのように使うのかというと、例えばですね、吹っ飛ばされた時のフォローに使ったりとか、着地狩りをされそうになった時フェイントとして使うとか、もう完全に見せ技なんですけれども、飛び道具を防いだり、
そしてこんなこともできるかもしれないです。恐ろしい。何らかの可能性を感じないですかね、こういうの。とありえないところから地上攻撃を出したりすると、飛ばせる方が高いので、不意に KO を狙えるみたいなこともあるかもしれないですね。最終的にこんなにうまく決まるものかどうかは分かりませんが、とにかくいろんな可能性がありそうに感じます。ただし、画面内の生成には制限を設けています。このピンクになっているような部分より先にはブロックを抜くことができません。上方向にも制限がありますね。ここまでじゃないと見え放題になってしまうので、また画面内にほぼ近いようなところではブロックがすぐに壊れることになっています。気をつけましょう。生成のための素材は安い素材から使っていきますが、鉄を使うのはもったいない。これ鉄です。ああもったいない。なのでゲージをしっかり見ることが必要になります。アレックスの蓄積ダメージ表示の上にある素材ゲージに注目してください。これは入手できた素材が比率で表されています。この場合左から土、木材、石、鉄です。鉄だけはいろんな技で使うので比率に関係なく8個ぐらいは個数を確認できるようになっています。それ以上になるとゲージがフラットになります。鉄を使うと1個ずつゲージが減っています。こうやって鉄を使うと1個ずつ減ってますね。鉄の道具のクラフトには鉄素材が4つ必要です。 OK。 金、ダイヤモンドも別枠で表示されています。これが明滅していれば装備が作れる証拠。この場合ダイヤが作れるということですね。なお、レッドストーンも掘れますが、その表示は省略されます。と、説明がかなり長くなりましたが、採掘、クラフト、ブロック生成をぜひ使いこなしてもらえればと思います。Okay. 横必殺技はトロッコです。トロッコを生み出すためには、鉄が必要で、レールを敷くには雑素材が必要になります。素材がないとレールが敷けないので、今のようになってしまうという。鉄だけのステージだとトロッコは生みやすいけれどもレールが生み出せないなんてこともあるかもしれないですね。トロッコからはいつでもジャンプで降りることができます。原作同様、坂は苦手で登りきれませんが、こんな時には加速レール、パワードレールなどとも言われますけれども、okay. これです。最初に出たのが分かりますでしょうか。金とレッドストーンがあればいつでも加速レールを出すことができます。もちろんスピードが乗っていれば見切られにくいですし威力も高いです。単純に体当たりが強い必殺技ですが他の使い道もあります。ジャンプでトロッコから離れることができるのですが、その時に相手を巻き込むことができます。相手を巻き込んで落としてしまったり、相手をそっと巻き込んだところを追撃したり、相手の蓄積ダメージが高いほど拘束時間は増えます。いずれにせよレバガチャで早めに復帰したいところですね。上必殺技はエリトラです。原作ではエンダードラゴンを倒した後のお楽しみでしたね。まず最初にエリトラを展開してロケット花火に点火します。普通にやると水平に飛ぶのですが、機種はいつでも上に上げ下げすることができます、まあ、グライダーと同じなので、あんまり上の方に行くと失速をしちゃったりしますけれどね。比較的自由度が高く飛べると思いますので、相手の復帰措置をかわすような感じで飛んでもらえれば良いのではないかなと思います。こんな感じですね。基本的にはやっぱり崖つかまりをするような軌道で飛ぶのが基本かなと思います。 OK。 攻撃力についてはロケット花火点火の時のみあります。最初の一瞬ってことですね。ですからその他の部分で隙を突かれないようにしてもらえればと思います。非常に長い距離を飛べる技ですが、後ろには全く下がれないのでご注意ください。こうなったら詰んでます。崖外で使う場合、ロケット花火が点火される前に反対側に向き直るようにしましょう。こんな感じで振り向くことができます。なお
エリトラを使うのに素材はいりません。使い放題です。回数制限や個数制限みたいなものもありません。ただ、時間が経つと勝手にエリトラ外れることになっていますので、ご注意ください。次に、下必殺技、TNT 火薬です。TNT 火薬は原作では、火薬を使って作る贅沢品ですが、スマブラでは土や石などの雑素材を多く消費して作ることができます。爆発なんかも原作に準拠したパターンですね。もちろん爆発させるためのものですが、その爆発は超強力です。刺激を与えると爆発しやすいので気をつけましょうね。でも、置くだけだとしばらく爆発しないんですね。自分が巻き込まれる可能性もあるし。そこでレッドストーン導線を敷き、重量感知板で遠くから爆発させる、okay. ということができるようになります。レッドストーンを消費します。下必殺技を出すとこうレッドストーン導線を引いてこれを押すと爆発。重量感知板を真横に置いてしまうとこれ踏むと自分がダメージを受けてしまうので注意してください。Ooh, okay. またこの重量感知板というのは相手が踏むこともできます。相手を踏むことを前提に場所を設定するというのもありはありですね。それと、もしも両者が巻き込まれた場合、踏んだ人の方が吹っ飛びは弱くなりますから、自爆覚悟で突っ込むというのも一つの手かもしれないです。なお、火器厳禁です。引火しやすいのでご注意。代表的な使い方はやっぱり復帰阻止ですかね。こういうふうに置いておけば、まあ、単純に置いとくだけでもプレッシャーにはなると思います。先頃ご紹介したトロッコで感知板を押すこともできます。そして最後の切り札はトラップブームです。原作では相手を罠にはめるために建造物を建てることがあるかもしれませんが、そういった性質のものになります。巨大ピストンを呼ぶ、吹っ飛ばす、トラップルームに閉じ込めて、クリーパーが大爆発引火、そして勝利のステーキという実にすがすがしい、引っかかったら超嬉しいみたいな攻撃です。トラップルームに閉じ込められるのは一人だけですが、ピストンで他の相手を巻き込むことはできます。できる限り複数人を巻き込むのが良いですね。その他の小ネタも軽くご紹介しておきます。ジャストシールドで盾を構えることができます。これも原作にあった要素ですね。眠らされるとどうなるかというと、この攻撃物持ちがいいというか、なんというか、冒険の先にはベッドを持っていきたいですね。そしてカービィに座れるとどうなるのか、どうなると思います？こうなります。まあ面白いですね。He's a blocky boy. He's a little cute. マインクラフトのスピンオフとして、こんなに多くのネタを備えながらアクションを成立させているものもなかなかないだろうと思います。ぜひお楽しみいただければと思います。I'm certainly excited. マインクラフトワールドをご紹介します。原作マインクラフトにはエリアごとにバイオームと呼ばれる生物群系が存在するのですが、スマブラにはなんと6つのバイオームを備えています。試合のたびにランダムで切り替わります。Oh, so、it's per match. まずこれが基本的なバイオームであるところの草原です。村人が歩き農作業をしていますね。そして日が暮れるとモンスターの時間がやってきます。村人は家に帰ることになりますね。ゾンビやスケルトンが湧きます。ここで通常ゲームでは見られない特別なカメラでお家を覗くと、ちゃんと村人寝てたりしますね。ゾンビが見てますけれど。That's actually pretty cool. そして朝がやってくるとゾンビやスケルトンがちゃんと燃えます。これで村人も安心して外に出られますね。There you go. どのバイオームでもそうですが、手前にある物品というのは壊すことができます。それによって直ちにすることができるということですね。全部壊すと平坦なステージになり、壊れた地形は試合終了まで復活しません。次に白樺の森、村人はいませんが、一
羊や牛がたむろしていることがあります。ここでは木を壊すとすり抜き床が出現します。全部の木を壊すと2枚のすり抜き床が出ることになります。右と左ですね。 OK。 次にサバンナ、つまり亜熱帯の草原、アカシアの木が生えてますね。生え方もそれらしくなっています。手前の木は伐採して1枚のすり抜け床を出すことができます。次にタイガ、針葉樹林などが生える、やや寒い地方、ゲームでは気温感じることはないですけどね。手前の木はまんま針葉樹の形だと遊びになりにくいので、上に乗れる程度の形状になっています。苔むした石もありますね。なお破壊可能地形の上で掘削した場合、1ブロックを破壊する前に、複数種の素材を得ることができます。1ブロックにつき1個というわけではないんですね。そして、雪のツンドラ、永久凍土の凍結地帯ということになります。中央にイグルーがありますね。イグルーとはカナダ北部のイヌイットの人たちが、狩猟先で作る鎌倉のこと。だからお家のそばには本来ないものですよね。だから壊してしまえ、一応中身もあるにはありますが、原作でイグルーを見つけたら、地下を掘ってみるといいですね。いいものあるかもしれないので。最後に、石の海岸、石が中央に盛られていますが天井があります。ここ頭突きで壊すこともできますね。素材は得られませんけれど。ところで石を掘っていくとですね、不自然なところに、木とかがありますよね。これです。これ実は全てのバイオームで、素材を取れる位置を同一にしているんです。例えば石の海岸で全部壊すとこういう構成になりますが、草原ではこんな感じ。ファイターが乗る正中線の上ではいつも同じ素材構成になるようになっています。やっぱり重要なのは鉄の位置ですね。鉄鉱石が取れるということが大事ですから、ここ鉄がいっぱい出るということですね。もちろんマインクラフトワールドにも戦場化、終点化のステージはあります。ただこちらはバイオームの差がなく高原モチーフで固定になります。まあ地形要素は変わらないですからね。昼夜はちゃんと訪れます。 Okay, so not much changes with that. では一通り説明したので、実演したいと思います。今回も、特典としてのスピリッツボードが加わります。ここですね。マインクラフトの敵キャラなどを、モチーフにした代理戦闘ですが、今回のお試しはここでやってみたいと思います。いろいろいますが、今回はゾンビで。まず、普通はこの相手のパワーに応じたスピリットをセットするわけですよね。だけれども、今回はスピリットなしでいってみたいと思います。まあノービスだからこんぐらいでも十分であろうと思います。スーパーアーマーがあるようだからちょっと苦労するかもしれないですけどね。ゾンビ10匹だそうです。はい、始まりました。これはサバンナですね。アカシアの木がちょうどいいように自分を守ってくれているので、今のうちにもうガン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 素材取っちゃうし、おっときたな、あちちあちち。相手がスーパーアーマー持ってますからね、あんまりうかつに出ていくと大変なことになりそう。It's so weird to see zombies just use swords like the actual player instead of just holding it. そして空中下。マグマ。いや、溶岩。Okay, so from what I'm getting in that little thing is that in Japan, まあスピリットがないと言ってもこのぐらいならなんとかなりそうな印象はありますね。このアカシア取っておこう。なぜならトロッコを通すため。こういうのいとこ、あーちち、どうしよう、あれ、えい、あー、自分でやられてどうするという。これは空中下に頼っちゃう。まだまだ鉄はいっぱいありますからね。ほい、落ちちゃって落ちないね。
Or not. じゃあもう一回。あ。The... 発射。もう一回。And four throw. まあノービスですからね。このぐらいは簡単にいきますね。でもこれだとちょっと物足りないから、他のお題も行ってみましょうか。Oh god, we're just gonna watch him play the game. なんか両方ともスティーブってことだからコラボ感がないですしね。じゃあスライムで行ってみましょう。The stock icon looks like it has wings like Herobrine. いよいよちょっと強くなるので、スピリッツを装備しません。ちょっと厳しい戦いになりそうですけれども、まあなんとかなるでしょう。ならないかも。原作のスライムを踏襲しているから分裂するんですね。はい、始まりました。相手が来る前になるべく素材いっぱい取っておきたい、取っておきたい。もうダメ。相手はスライムなので、原作同様ジャンプしては、上の方から攻めてくるっていうようなロジックでやってくるんですね。だから結構、上に来て攻撃を食らう前に、他の攻撃で潰しちゃうというのは有効です。まあこんな攻撃ばっかりしてると取れ高少ないというか怒られそうなんで別のこともしますけど、逃げろ、素材が欲しい。まずいね、これはまずいね。スライムがだんだん小さくなってきました。こうなると投げとかがなかなか効きそうにないですね。じゃあこういうのでどうでしょう。神戸高速鉄道南北線のような非常に短い往復によって相手を一掃する作戦。置き土産置いとこう。やってくれるかもしれない。くんないな、こりゃな。よし、揃った。And final smash. トラップルームです。まだですね。お、ちょうどいいところに TNT が。えい。He's just doing the footstools for days. はい。And he's done. はい、終わりました。いい感じにまとまったんじゃないかなと思います。勝ててよかった、よかったということで。スピリッツ戦についてもいろいろ楽しめるのでやってもらえればと思います。ところで通常のスピリッツボードに再戦機能がつきましたけれども、スピリッツをつけず持ち込みアイテムもなしにすると理論上の最高スコアが得られます。受けたダメージやかかった時間というのは全く関係ないんですね。すべての敵対スピリッツを味方スピリッツの助けなしにクリアできた人っているんですかね。いたら手を挙げて。いたら世界に何人ぐらいいるんでしょうね。よほどの超人が多数いたら、全員クリアまでのタイムアタックもできるでしょうけど、これはあらゆるゲームの中でも相当難しい部類、選ばれし者の戦いになると思うので私としてはお勧めしません。なお、勝ち上がり乱闘での、スティーブコースももちろん用意していますので、そちらもお楽しみくださいということで。And what are the songs? 音楽についてお話しします。さまざまな楽曲を備えるスマブラ SP ですが、残念ながら、原作に流れてきた曲、原作のマインクラフトの曲は諸事情で使えないことになりました。もっとも、テンションが高いゲームとしては、原作の曲をそのものを、入れるというのはやっぱり困難でしょうけれどもね、安らいでしまうので。そこで、マインクラフトアースとかマインクラフトダンジョンズなどを含むミニゲームやスピンオフの楽曲から厳選し、より対戦を楽しめるようにしてみました。アレンジを施して提供します。曲目はご覧の通り、全7曲です。うち6曲がアレンジ曲です。本編のミニゲームからはバトル、タンブル、グライドとバランスよく取り揃えています。マインクラフトワールドステージには昼だけではなく夜も訪れますが、その雰囲気に合わせて曲調が変わる曲もいくつかあるのでお楽しみください。以上、マインクラフトのスピンオフとしてはこんなに具体的に原作技を使いながら戦うようなもの他にないと思います。
単にファイターとしても個性ありすぎ、ネタ多すぎな山盛りマインクラフトコンテンツをぜひお楽しみいただければと思います。配信日は10月14日に予定しています。ファイターパスボル2があればそのまんま受け取り可能、単体でも購入可能です。Let's see the Mii Fighters. 次に追加されるミーファイターのご紹介です、毎回何らかのコラボが楽しめるお楽しみですが、今回はせっかくなのでマインクラフトゆかりのものを制作追加しています、oh, こちらをご覧ください。 We're gonna see a lot of Minecraft characters. The creeper has a brawler costume that is actually hilarious. It's so weird to see it like that though. Fuck if I like that. A pig man for once. That is so... Diamond armor sword fighter. Oh, that's cool.Tower or Duraga? Well, that's pretty cool. Bomberman. Oh my god, they got all the colors.They got Travis touchdowns on me costume. Yo, let's go. That's actually pretty cool. I actually like the selection this time.This is also available October 13th. Bomberman は、すでにアシストフィギュアでも客演していますが、ミーファイターで操作できるキャラクターになりました。本体のカラーはミーのイメージカラーに合わせられます。Oh, that's cool. So you can change them up. Bomberman だからといって爆弾技が増えるわけではないので、たまにはアイテム十文字爆弾縛り弾頭なんていかがですかね。次にアミーボについての話題です。この前ジョーカーと勇者のアミーボについて、ご紹介しました。スマブラではそれぞれ育てて遊ぶことができます。この放送がある頃には発売されているのではないかと思われます。今、手元にあるこれらも普通に製品版です。すると次なのですが、 Where is he looking? Oh my god. はい、これYo, Banjo and Kazooie です。これは、貴重なモックアップ品ですが、また自宅に送られてきてしまいました。Banjo and Kazooieの立体物が今公式にこうやってですね、作られることなんて本当すごいことだと思います。よいしょ。そして実はまだまだあるんですね。Oh, no, Terry. It's Terry. It's Terry, yeah. はい。Oh, what? ベレト先生です。あれ、ベレスは、ベレスの方が人気なような気がしなくもないですけれども、基本的に 1P ファイターである、ベレトが出るということで、あしからず。Okay. 以上、アミーボのご紹介でした。あれ、誰か忘れてないっけ？誰だったかな？ Oh, they're... Okay. というわけで、テリーボが wait, wait, I have, I have to go back a little bit right there. Hold on. テリーボのご紹介、本当すごいことだと思います。Okay, okay. So they show off Banjo-Kazooie. はい。And they show off Byleth here. ベレト先生です。あれ？ベレスは？ベレスの方が人気なような気がしなくもないですけれども、基本的に 1P ファイターであるベレトが出るということで、足から。It could be different in 2021 actually does release. 以上、アミーボのご紹介でした。There he is, they're saying. あれ？誰か忘れてないっけ、oh really cool. 誰だったかな。
というわけで、テリー・ボガードを含めた3人がすでに作られています。それぞれ2021年の発売になりそうですので、気長にお待ちいただければ幸いです。スティーブも作るんですかね。もし作るとしたら、他と比べてちょっと楽そうで良いですね。Hopefully easier. そして、ファイターパス1の5人がアミーボで揃ってしまう。しかしこう考えると、ファイターパスって安いなって思ってしまいます。たったアミーボ2体分、この中の2体分でファイター5体か6体、ステージや数多くの楽曲が楽しめてしまうという。この5体を、全て買うお値段に満たない価格でファイターパス2を含めた11体全てを遊べてしまうという。スマブラが売れ、購買層が厚いからこそできるサービスなのですが、曲もステージも込みでお得だと思います。ファイターパス2をお買い上げいただくと、残り4体のお楽しみも待っていますので、こちらもどうぞよろしくお願いします。すでに配信され、少し前の話になりますが、アップデートバージョン 8.1 についても軽く触れておきます。小戦場というステージを追加しました。ワンオンワンをするには戦場だと少し広い、終点だと物足りない、そんな人のための追加です。戦場系で全ての楽曲から曲を選べるようにしました。ただ1000曲にも及ぶ曲を俺曲セレクトで設定するのは現実的ではないですから、都度曲選択してもらえれば幸いです。他の俺曲セレクトで確率がゼロになっている曲はなりません。そして、通信環境の調整、ラグやマッチングが少し改善されています。しかしユーザーの通信環境次第で通信環境が良くなる以上に有効な手はないですから、できれば Wi-Fi ではなく有線でつないでほしいなと思います。実はキャラクター選択のエントリー時に LR ボタン系を除外したり、スティックを深く倒した時だけエントリーするなど、ユーザビリティの改善も少しずつなされています。スマブラの世界における売上が2000万本を超えたそうです。すごい数ですよね。新しく始めた方も多いということになります。なので、見えない工夫や調整などは、可能な範囲で、適宜施していきたいと思います。今回も、バンジョー&カズイに引き続きマイクロソフトさんにお世話になっております。原作のモヤンさんにもお世話になりました。こんなに多くのネタ感が楽しめるダウンロードコンテンツもなかなかないと思いますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。今回もまた私の自宅からお送りしました。新型コロナウイルスの影響もありますが、日本では大雨や大暑に見舞われまして、撮影現在全国各所で40度に迫る暑さが続いています。何せよ、室内でたっぷり楽しめるゲームというのは環境が厳しい時には特に助かるものです。スマブラのみならず、一人のゲーム制作者もしくは一人のゲームプレイヤーとしていろんなゲームを楽しんでもらえればなと思っています。以上、ディレクター桜井がお届けしました。それでは。And I think that's everything. Yeah, no, that's everything. Yeah, okay. And I think that is the end of that little Sakurai Presents. I actually, yeah, okay, so they might say something about. Oh, there's chat. Yeah, that's chat. But anyways, so what do you guys think about this? This video is too damn long already. But yeah, I'm honestly a little, genuinely excited. I can't believe I'm saying that for Steve though. Because I think I made it clear in the other video, not who I initially wanted, but I am certainly impressed. But yeah. I mean, that's all. That's all there is to it. It ended. Everyone's... Okay. So, I just saw one go by and said the Miis are cursed. Alright, well, that's everything that's here. Thank you guys so much for watching, and I hope you guys have a great day.